三角形になるように縦に半分に折って折り目をつけて広げます。三角形になるように横に半分に折って折り目をつけて広げます。すべての角を中心に合わせるように三角に折ります。ひっくり返して三角になるように横に半分に折ります。さらに三角になるように縦に半分に折ります。折った部分の内側を広げて四角になるように折ります。ひっくり返して三角の部分を反対に折りずらします。折りずらした部分の内側を広げて四角になるように折ります。下の角を上の角に合わせるように三角に折って折り目をつけて広げます。内側を広げて長方形になるように折ります。ひっくり返して反対も同じように下の角を上の角に合わせるように三角に折って折り目をつけて広げます。内側を広げて長方形になるように折ります。
左へ一つ折りずらします。ひっくり返して左へ一つ折りずらします。折りずらした部分を真ん中の折り目に合わせるように左右を縦に折ります。ひっくり返して反対も同じように真ん中の折り目に合わせるように左右を縦に折ります。左へ一つ折りずらします。ひっくり返して左へ一つ折りずらします。左の先端部分の内側を広げて半分に折ります。ハサミを使って尻尾と足になるように切ります。マジックで目や鼻などを描きます。